ローマの、まあ、軍人たちは塩をまいて、うん、その土地が土地にまし植物が育たないようにしたぐらいのカルタゴはそれだけ実力があるようなあの土地に住んでいた民族なんですよね。そういった、まあ、歴史的なその、まあ、ハンナリを中心としたそういうことがあったりするくらいのアフリカ大陸の中、アフリカ大陸のアフリカ大陸と地中海の、まあ、地理関係の中で最も、まあ、最もかちょっとわからないんですけど、とてもいい環境、地理的条件にもあって土地的にも超えていた、起伏が激しいところで土地も超えていた、そういう土地の国カルタゴで、まあ、それが現在ではいろいろな民族変遷があってアラブ人が支配していますけれど、そういう豊かな国チュニジアだっていうのが分かったんです。身をもって分かったんです、まあ、今回もちろんその北しか行ってないんですけど、あのというのはですね、飛行機から見た土の色だったりとか、あとはあのチュニジア人の人たちがすごくこうおとなしいんですよ。で、町、まあチュニスは、まあ、ある程度都会なので、人口も多いんですけど、車のクラクションを鳴らさないんですよ。すごいね。それってなんか日本人に近い感じしませんか？で、あのクラクションは鳴らさないとやっぱりいけない。でも最小限にしてちょっと鳴らすだけですよね、日本人の場合は。チュニジアもそうだった。あとこうまずびっくりしたのが、あの、チュニジア人たちはそのヘッドフォンをしながらこう歩いてるんですよ。それって、まあ、日本では全然気軽にできる、まあ、私音楽やってますから、それはもう日常茶飯事で自分の使命としても持ってやってますけど、さすがに外国ではしないです。やっぱり危険が伴うので。そう、チュニジア人たち結構やってるんですよ。ということはですよ、あのそれだけその地域が平和だっていうことにつながると思うんですよね。で、そんなにこう、まあ、こちらは私はまあ外国人なんで、顔を見ればすぐ外国人だって分かります、で、服装だったりとかも分かると思うんですよね。でも、あんまり声かけてきません、チュニジア人たちはおとなしいなと思ったんですよ。で、それはあのモロッコと比較したわけですけど、ちなみにモロッコっていう地理、モロッコっていう国は地理的に、アラブ民族、東からアラブ民族で、南からはブラックアフリカの人たち、黒人の人たちで、北の方からはヨーロッパ白人の人たちの文化が、3つの文化が混じり合う。それにですね、そのあのヨーロッパの人たちが2キロ先に見えるので、晴れた日にはあのどっちかに見えたりするので、それだけあの、経済的なことだと思うんですよね。それを見てしまうんですよね。だからモロッコ人の友人は たくさんいるのでちょっとあれですけど、あのすぐに何か欲しいとかって言ってしまうんですよね。それが日常のことだったんですけど、今回のチュニジアは言ってこないんですよ。だからすごくあの裕福な、たまたま裕福な土地に住めることができた民族ですよね。だからあの、私はあの音楽をやっていて、その中でもこの打楽器っていうちょっとものを演奏をしてます。もちろん曲作りもやっているんですけど、で打楽器っていうのはあの革を使ったりとかします。
で、まあ、音楽を含めた文化っていうものもあります、まあ、美術だったりとか、まあ、写真だとか彫刻だとかあります。その中で、一番その文化、そのジャンルの文化に影響するのは、それはその土地の気候だと思っています。それはまあ実感して思ったのは、まあ、例えばモロッコだったり、まあ、チュニジアもそうですけど、アラビア語だったりとかすると、アラビア語は乾いた音、子音がすごく多いんです。それはどうしてかというと、やっぱり乾いた土地ではそういった子音ははっきりと聞こえやすいんです。あと暑い地域だったりとかすると、まあなかなか砂漠の方だとあまりいないかもしれませんけど、絶えずちっちゃな虫があります。まあちょっと今回ちょっと恥じてしまいますけど、インドだったりとかすると、20メートル先に虫とこういうの見えるんですよ。だから絶えずいるっていうことは、こう音が鳴ってますよね、そういった暑いような国の文化で作られる、まあ、私は音楽だから音楽ですけど、音楽は割と音量が一定で、でいろいろなものが絶えず混じって入ってくる、そういった音楽の作り方になっているなと思ってるんですね。それに対して雪が降ったりとか、寒い季節があるような土地、そういった地域ではまず家作りが大事じゃないですか。家作りっていうことは